してかもしれないという意味を持つ。ともすればこの番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。ねえ、ねえ、一問一答ベスト10ということで、このコーナーではゲストさんに聞きたいことを一問一答形式でいろいろ聞いていきますので、バスバスバスって答えて、後で深くちょっと掘り下げたいかなと思います。事前情報がないからすごい大丈夫かな、全然詰まっても大丈夫そしてこのコーナーからお酒とおつまみが登場。じゃららりん、今日はいろ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 です。美味しそういろいろ盛り。そしてあの皆さん的には2月なんですけど、我々的にはこう年明けて最初の収録だよみたいなとこもあってドリンク2種で豪華お届け。私はワインとハイボールという地獄のちゃんぽん良い子は真似しないでください。地獄のちゃんぽんどっちも飲みたかったんだそしてつやさんは、はい、私はリンゴジュースとハイボール、イエーイ、ちゃんぽんちゃんぽん、平和なちゃんぽん、平和なちゃんぽんちゃんとじゃあ乾杯。乾杯。イエーイ。美味しい。じゃあ早速聞いていきたいと思います、はい、全然食べつつ飲みつつ答えてください。分かった。じゃあまずは1問目、はい、声優を目指したきっかけは。きっかけはエヴァを見て。エヴァなんだ。見ました。後で聞こう、はい、じゃあ2問目、自分の性格を一言で表すと。資料深い。こういう悩んじゃうところ出てる。資料深い、はい、なるほど。じゃあ3問目、休みの日は何してる。ずっとなんか考えてる資料深いめちゃめちゃ資料深い、なるほどね。じゃあ4問目、最近嬉しかったことは。嬉しかったことはなんかあったかな絶対ある、うん、絶対あるよ。今めっちゃある。今日も嬉しかったし、うん、昨日も楽しかったし日々いろいろありそうなんかあったのにな。なんだっけ。全然いいよ、絞り出して言いたい。ね、言いたい。なんだろう。なんだっけ。メモまでしたのに。なんかこれ嬉しかったなって。仕事？プライベート？なんだっけ。なんだろう。それすら出てこない。なんか見つけた。ん見つけた。ん？出てこないな。ちょっと前なんですけど、流れ星見た。おお、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいエピ。これめっちゃいい、いいエピ。めちゃくちゃいい。最高。じゃあ次いきますね。はい。第5問目。一番古い記憶で覚えてる記憶はどんな記憶？思い出し系が続いてしまった。赤ちゃんの時に、うん、ベッドで横になってて。うん、冷静にミルクを戻した。あ、出た。嘘、そんなことある。それがね、一番最初かな。すごすぎるでしょ、うん、ちょっと幼少期の話は後で聞こう、これは、じゃあ次6問目、はい、学生時代はどんな子だった。やばい、やばい、もう本当この世の終わりみたいな。この世の終わり、全員敵みたいな全員私の敵。いいね、いいね、最高じゃん最高よそれあるよね、そういう時代。消えるか消すかみたいな抱えてんな、いいな。じゃあ第7問目、はい、今行ってみたい場所ってある。うわ、どこでも。どこでもいい。すっごい自然のいい国、うんうん、どこ。いろんな国にありそうだね。ヨーロッパの、うんうん、自然の森あ、いいね、ヨーロッパの森ね。
あ、あとパリ行きたい。あーいいじゃん、パリ。ヨーロッパ系ね。ヨーロッパ行きたい。わーいい。じゃあ続きまして8問目、はい、お仕事で今後やってみたいことってある？やってみたいこといろいろあるとは思うけど、役とか。役とかでも何でも。役は、うん、男の子。あーそうなんだ。やってみたいのと、うん、あと恋愛系。あーいいね。やってみたいのと、あとバラエティー、うん、こういうおしゃべりするのとか、うん、やりたい。めっちゃいい、うん、めっちゃいいやん。じゃあ9問目、はい、じゃあ今度はお仕事とか関係なしに人生でこれだけはやっておきたいなみたいなことってある？経済を回したい。めちゃくちゃおもろい。経済を回したい。いやこれは気になる。気になりますわ。じゃあラストです、10問目、はい、人生最大の推しは？推し？うん、なんでもいい。推し？推し。今までの人もいろいろいた。やばいね、どうしようね。推しか、うん、推しか。人じゃない人もいた。人じゃない人もいた、うん、推しか。すごいとこから声出てる。ちょっと待って、ちょっとヒント。ヒントっていうか、ヒント。ヒント。トマちゃん、私はアイドルがずっと好きだから。そうだ、ね、鈴木愛理さんがもう、そうだね、ベストオブなんだけど、これまでの人はなんかペッとか、うんうんうん、あと自分っていう人もいた。うわすごい、それいいね。めちゃくちゃいい ね。そう、めちゃくちゃいいなと思った。自分か、自分をしたい。今までか、うん、助けられたな、推しか。すごい考えちゃってる。資料化されてるよ、ね、とっても出てるよ。うわぁ、椎名林檎さん。うわぁ、なるほど。良き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 ということで、10問聞いてきましたが、はい、そうだなぁ、まあ最初はこの声優目指したきっかけか、うん、エヴァなんだね。そう、なんかだって世代じゃないもんね、全然。そうだね、でもあの新エヴァンゲリオン、そっか、劇場版、新劇場版がやってる頃はもう、あ、そっかそっかそっか。それで一回冗談、歯かな、うんうん、歯を見て衝撃を受けて、うんうんうん、その歯見てからちょうど Q が始まるぐらいの時期だったんだけど、うんうん、でアニメをバーって見て、映画バーって見て、そうだね、そっから。へえ。なんかもともと小学校 5、6 ぐらいで、うん、黒執事を見て、うん、深夜アニメにハマったんだけど、いい時代。そっからちょこちょこアニメ見てて、うんうん、デーバに出会って、うん、デーバ見て、なんだろう、なんかその声のお芝居、うんうん、人間模様が結構濃いから、うん、それを見て感銘を受けて。あ、なるほど。そうなんだ、うん、やっぱいろんな人の人生変えてる作品だ。エヴァ、お前なんかさ、14歳になりたての頃、うんうんうん、13ぐらいで見て、14歳になった年に、14歳なんだよ、うん、エヴァに乗ってる少年少女は。だからじいちゃんに言って、うん、エヴァに乗れますようにって。エヴァに私は乗りたい。かわいい。お願いしますって。神頼んで。でもいいね、なんか、うん、そういう感じの作品に今後ね、参加できたらめちゃくちゃいいよね。できたらいいね。じゃあ一番古い記憶、うん、気になっちゃったよね。小さい頃の記憶でそんな冷静さと鮮明さがすごいよ。すごいなんか冷静だったな。気持ち悪いとかもなくて、うん、あー出た出た。出た出た、ケラケラみたいな。ベビーベッドって何歳までかな。私ベビーベッドから落ちる記憶もめっちゃあって。すごいね。なんかさ、いつもベビーベッドから下ろしてもらうのは、こう、うん、お母さんがいないと、うん、お母さんお父さんいないと下ろしてもらえないじゃん、うん、自分で降りれたらかっこいいよなみたいなってすごい思って、うん、こうなんかね、こう張り切って一度思って、うん、こうまたいだんだけど、うん、このベビーベッドからその下があったんだよね。だから崖から落ちて、危ない危ない。親御さんたちびっくりよね。全力で泣いて、うん、で母がお風呂入ってて、ああ助けてくれない、びっくりさせたかったんだよ確か。
あ、なるほどね、こんなもんできるんだみたいな。でも泣いたから、うん、まあ、泣いてびっくりして出てきて、もうあわあわの母が出てきてうえーみたいな。あとはね、そうだな、でも行ってみたい場所、ヨーロッパは分かるよ、私も行きたい。ヨーロッパ行ったことある？行ったことはあるんだけど、あー、いいな。そう、でも高校生の時とかで、イギリスとフランスに行った。私イギリスも行きたくてさ、ビッグベンをずっと見たくて。見ました。うわうわうわ、見ました。ビッグベンマウントということで。ビッグベンマウント取っちゃった。いいな、行きたい。 いや、いいよね、やっぱああいうのちゃんと直接見ておきたいよね。そう、じゃあ最後、人生最大の推し、椎名林檎さん。うん、そう、なんかずっと好きなんで、もう学生時代、小学校ぐらいからずっと好きで、うんうん、そうなんだ。で、なんか次第にどんどんいろんな見方ができるようになる。最初はなんかその存在がかっこいいなみたいな、うん、世界観かっこいいなとかだったんだけど、うん、なんか大人になって改めてやっぱり好きな曲聴いてみると、歌詞の奥深さ、奥ゆかしさとか、なんか日本語の使い方すごいな、なんかいろんなの読んでるんだろうなとか思って、なんかそういうのも思うし、人としても憧れ、なんか MV ごと曲ごとにさ、うん、すごい顔というか表情とか、その雰囲気が、その髪型も変わるしメイクも変わるしで全然違う人になる、あれがすごい憧れで、ああいう人になりたいなっていう。すごい、今までにない切り口です。あ、本当はよかった。悩みました。お、難しい、幅広いじゃん。そうだね、幅広い中でで、ライブを見るのと、でそれはそれでやっぱ手軽さとかでいいんだけど、え、3位でこんないいのいいんですか？そう、3位ね。生きるのが楽になると。そうそう、結局難しいんだ。チャンネル登録よろしくね。